はい、こんばんは、木漏れ日マスターです。本日はね、2月の10日の現在、19時前になりますか。今日はね、100マイルクラブの田口さんから20時間走をするようにと、2月に1回、3月に1回、4月のマウント富士100に向けてですね、トレーニングするようにと言われたのもありますし、で美濃畑さんがね、いろいろ一緒にやろうかって誘ってくれたりしたんですけど、ちょっとタイミングも調整できずに、とりあえず久しぶりに、第6回南海チャレンジを行うことにしました。ちょうどね、前回第5回が難波まで行って往復で133キロ、23時間ぐらいで走ってきたんですけども、これをね、やっぱり第5回の動画を見返したところ、次は20時間切るって言うてましたんで、ちょうどね20時間走にいいなということになりまして、決断しました。田口さんはね、やっぱりちょっと20時間走でのロードはちょっと距離も伸びすぎてあんまり意味がないんではっては言われてたんですが、まあちょっとトレイルだとね、一人でいろいろ考えても見たんですけども、ちょっとねいろいろ準備も大変やなと思ったんで、まずやりたい南海チャレンジの方ね、まあ、やらんよりはマシやということでやってみようということで、今家出てきました。とりあえずね、6時、まあとりあえず目標は往路が9時間、復路が11時間。前回はいろんなところでねちょっと休憩したり休んだのもあるんで、まあなんとかね20時間切り目指したいと思います。頑張っていきます。まさかの大雨です。雨の予報ら一個もなかったのに、まさかの大雨、どうしようか。風も強いな。まあしゃあないですね、まあすぐ止むでしょう。まあこれも一個の試練でございますな。どうしたもんか、まあ、レインも持ってるんでね、大丈夫です。教師峠まで来ました。1時間6分、なんか電気が増設されてるような感じで明るいですね。まあ後半ね、袋しっかり走れるようにゆっくりペースでは入ってるんですけど、まあちょっといつもよりは遅いですけど、まあ、これぐらいの感じでいきたいと思います。路肩の気温は5度かな。はい、はい、府県のロータリー1時間40分。まあね、ちょっと雨もやんで路面も乾いてきたんでね、ちょっと寒いですけど、リズムよく行きたいと。1時間51分。はい、はい、阪南市、はい、はい、箱作りの駅前、だいたい20キロ弱、ここでちょうど2時間半ですね。まあ、ペース的には、だいたい難波まで66キロなんで、3時間で22キロ進みたいところなんで、今のペースではね、なかなかいい感じでは来てるかと思います。なかなかこのペースで持続さすのが難しいですけどね、頑張ります。とりあえず3時間経ったので、エバーグリーンで、マルチビタミンと卵蒸しパンとカロリーメイトを見つけませんでした。ちょっとまあとりあえず補給します。はい、仙南市です。まだまだ全然序盤ですけどね、
もう股関節とかめっちゃ痛いですね。やっぱりね、石舞台からのね、なかなか体調って戻ってないんで、この辺りもね、データとして頭入れときます。はい、泉佐野市入ります。3時間58分、だいたい4時間ですね。いや、厳しい厳しい。なんか心拍もめっちゃ高いけど頑張ります。はい、貝塚市4時間47分35キロですね。一気にペースダウン。はい、しんどい。なかなかうまいこといきません。しんどい。岸和田市入ります。5時間18分、39.3 キロ。とりあえずまあもうちょっと、あまりにしんどくて引き返そうかと思ったんですけど、まあ、なんとか前へ進んだ、なんとかなるんじゃないかと思って。もう電車もないですしね、まあどうせしんどいんやったら前へ進もうかっていうことで頑張っております。なんや、揉めてますな。なんか大阪らしいです。今ちょうど6時間過ぎたとこです。44キロに達してたかったんですが、43.57 ということでちょっと、遅れ気味。かなりそれでも頑張ってるんですけどね。次は、9時間で66キロ。実際67ぐらいあるのちゃうかなと思うのにながらですけども、まあ頑張らなしゃないと思います。ちょっと前のね、そこで、ファミリーマートでお蕎麦食べました。コーラもちょっと飲んで、パンと、パンはまだ食べずにね、ザックに入れてるんで、やっぱりね、ちょっとお蕎麦とかああいう出汁系のものを食べるとちょっと胃腸がすっきりするんで元気戻りますね。まあ、そういうこともちょっとデータとして残しておきます。泉大津市、6時間16分歩きも入れながらちょこちょこ走れてます。こんな感じでちょっと頑張れたらいいんですけどね。高石市6時間45分48キロ、堺に来ました。8時間12分57キロ進みません。残り距離見たら66ではなく69ぐらいみたいです。ちょっとこれは9時間切りはもう絶望なんですけど、なんとか、なんとか20時間切り目指して頑張ります。諦めません。大阪まで13キロ、まだまだやな。70キロも、はい、大阪市入ります。8時間36分59キロ。いやー、間に合わんけど、まあ頑張るよ。こっから長いよ、こっから長いよね。しんどいよね。
予定の大野のね予定時間の9時間頑張りました。距離は62キロ。当初の計画から4キロ遅れですね。30分ぐらい遅れることになりますが、さらに距離がちょっと計測が66キロと思ったら68キロなので、ここから1時間近く遅れることになります。なんとかねちょっとでも早く着いて袋のマージンを稼ぎたいところなんですが、いやいやなかなかしんどいっすわ。頑張っていきます。はい、難波駅着きました。いや結局ね9時間54分予定よりもね1時間ほどかの10時間かかってしまいましたけど、まあ4時40分、もうこのまま電車乗って帰りたいですけども、まあちょっと頑張って引き返しましょうかね。なんかだいぶ変わってるな。すごいすごい。とりあえず南海難波駅ハイタッチ着きました。9時間56分、袋行きます。すみません、難波でリタイアすることにしました。やっぱりね支部隊での筋疲労がちょっとひどくて、ね、ちょっと帰り途中で無理かなと思いまして、リタイアします。すみません誰にすいませんよね。なんとか和歌山市駅まで戻ってきました。いやまあもう疲れも溜まっててちょっと無理やったですかね。まあこれもね経験としてねデータとして、とりあえず、収めときたいと思います。なかなかね、リタイアといいますか未達は嫌なもんですけども、癖にならないように、まあレースやったらなんとかもう一踏ん張りするんですけども、ちょっとねなんかもう一個悪くなりそうで、なんかそのトレーニングできなくなりそうな痛みになるんではないかなっていう感じやったんで、まあいい判断やったんではないかなと思ってます。まあ、なるべくね早くまた、今回の疲れも取って、またトレーニングしていきたいと思います。やっぱりガーミンのあの HRV っていうのがどうもバランスが悪いって出てるんが、やっぱあれがねずっと心拍もちゃんと取れてたんか、ものすごいいつもよりは高かったんで、そのあたりもちょっと気にはなるんで、まあ、今後ともねデータ取っていきたいと思います。それではまた、拙い動画になるかと思いますが、頑張ってまいります。